皆さんこんにちは。ライフハックを探求するフリーランスのリンダマンです。このラジオでは毎日未来が楽になるライフハックな生き方術を発信しています。今日のテーマはうまくいってない時に沼からどうやって抜け出すかということについてお話していきたいと思います。今スルメを食べてちょっと喉が詰まってごめんね。生きているとうまくいかないことがね多々あります。その時にそんな泥沼みたいなものにはまっちゃいけないんですよ。まあ、ある意味、まあ、これはスパイラルでうまくいってることもいかないこともスパイラルでどんどん沼にはまると抜け出せなくなってしまうんですね。そんな状態からね、今日はどうやって抜け出せばいいのかというお話をしていきたいと思いますので、最後までご視聴ください。皆さんはセルフイメージという言葉を聞いたことありますでしょうか。このラジオでもね何度も実はお話してきた内容なんですが、セルフイメージっていうのはセルフ、自分が自ら思い描いているイメージってことですよね。僕はスノーボードを人生で何度か体験したことあります。人生で2回か3回ですけど、めちゃくちゃ下手くそなんですね。でその時にインストラクターの人に、リンダマンさんこっち向いてください、パンパンパンって手を叩かれて、そっちを向くとなんとそっちの方にスノーボードが進んでいくんです。はい、今度は左ですよ、パンパンパンって手を叩いて左を見るとそっちの方にスノーボードは進んでいくわけですよね。まさにこれがセルフイメージです。あと皆さんどうですか、平均台の上を歩きなさいって言われたら歩けますよね。普通にそれぐらいの能力あると思いますが、ビルの10階から10階に平均台をかけたらどうでしょうか。急に足がすくんでみんなね歩けなくなると思うし、実際ねそこに歩かしたら結構落ちちゃうと思うんですよ。おかしいですよね。平均台を歩く力があるのになんで10階から10階だと落ちてしまうか。それはね、ああ落ちたら死ぬって思った方に体が傾いて、本当に体が落ちる方に向いてしまうんですよ。じゃあ綱渡りを渡るピエロっていうのはどういうセルフイメージかっていうと、この綱渡りを渡りきっているというイメージを持って渡っているということなんです。人間ね、うまくいってる時はいいんですよ。それは誰だってうまくいってる時は調子がいいんです。人の進化っていうのはいつ問われるかっていうと、うまくいってない時に問われるわけですよね。例えばあなたが困ってる時に去っていく友達なんか友達じゃないでしょ。うまくいってない時こそ助け合ってこう支えてくれる、それこそが友達じゃないですか。うまくいってない時に落ちるっていうのはめちゃくちゃ簡単な行為なんです。ある意味ね、落ち着くっていうのは落ちて落ちて地につくっていう語源なので、どん底まであえて落ちてみるっていうのも一つの手かもしれませんが、卓越した人たちっていうのはそこまで落ちないんでしょうね。さっき話したセルフイメージ、これは本当にすごいんです。思った通りの事象を引き寄せていきます。駐車禁止で切られたくないなと思うと駐禁で切られるし、スピード違反で捕まりたくないなと思うとスピード違反で捕まるし、彼女に浮気されたくないなって思ってる時に大体浮気されている人が多いなって思うんですよね。俺の人生こんな感じかって思っていると、まさにスノーボードと同じようにどんどんそっちの世界に向かっていきます。人生甘くねえな、お金なんか簡単に稼げねえなって、そんなセルフイメージを持っているとどんどん貧しい未来が引き寄せていくってことですよね。大切なこと言いますよ。うまくいってない時っていうのは誰もがあるんです。俺の人生こんな感じかって思えばそっちに向かっていきますよね。向かっていくんだけど、その時に大切なことは目線と顔をそっちじゃない自分が本当に行きたい方向にクイッと顔を向けとくんです。スノーボードと一緒です。そうすると徐々に体重移動してスノーボードと同じように進行方向は変わっていくんです。何がポイントかというと、この切り替えが大事なんです。絶対人生なんかうまくいかないこといくことたくさんあるんです。そんなこと誰だって一緒です。振り子と同じだからね。だけどこのうまくいってない時に自分の顔の方向を切り替えられるか、クイッて首を向けれるかどうかなんです。ポジティブになれなんて皆さんに言っていません。どんな悪い方向に進んでいても顔だけはそっちを向けるっていうことがめちゃくちゃ大事なこと。簡単でしょ。これをやるってことがめっちゃ大事なことなんです。目の前に起きてる事象が顔を向けた瞬間にそっちの方向にどんどん徐々に変わり始めていきます。自暴自棄になりたい時もありますよね。もう死にたいぐらいなことがよぎる時も人生ではあるかもしれません。でもそんなことを見ていたらそんな未来しか待ってないんです。それがセルフイメージです。だからこそ自分が描くビジョンを明確にして、そっちに顔とか目線を向け、そしてそれを向け続けることが大切だし、そんな方向に目を向けさせてくれるようなコミュニティに入ったり、そんな先輩やメンターのそばに行くっていうことがめっちゃ重要なことだと思います。うまくいってない時に沼から抜け出す方法を今日はお話しました。それは
どんなにうまくいってないことが起きたとしても、行きたい方向に首をねクイッと向けて、そっちの方向を見続け、ロックオンしていきましょうねということです。ぜひ、これを活用してね、最高なライフハックにお役立てください。1日30円で学べるオンラインサロンライフハック研究所、1年後の未来をより良くするための動画や音声コンテンツを毎日更新していて、過去のコンテンツも全て視聴可能となっております。ぜひご参加ください。それでは今日も素敵な一日を。リンダマンでした。またねー。